肉、燻製肉、これであと仲間にできるんちゃう。そしてアナンコ。いや、あ、なんかタワーっていうか、世界中の葉、またアモールの水、目覚めの粉入ってる、あんなところにめっちゃいろいろ落ちてるけどさ、ちょっとさすがに落ちすぎなんですが、いえいえ、オッケー。めっちゃまた毒やし、ちょ、燻製肉あげてもあかんかったし、毒消しそうってもうないんちゃうん。あったー。で、これで、スライムツリーの、キアリーがあるから大丈夫。ありがとうな、キー。オッケー。キアリーの木のキアリー。よーし。で、下やな、下。下がまだ行ってへんよ。右もまだ行ってへんよ。あ、アモールの水かな。目覚めの粉。目覚めの粉って言っても寝ることそんなないからな。俺2時間しか寝てないし。みんなちゃんと睡眠時間取ってる？平均だいたい何時間取ってる？私9時間ぐらい寝たんやけど。イエイ、オッケー。1匹しか出んかったわ。あ、何個目っけ？今でフィールド？どこ ?7 か。おう。いや、すぐ毒になるんやけど。おー、ホイミ久しぶりや。お、 MP10 上がった。うわ、めっちゃ上がるで。いいやん、いいやん。特技のキアリー。特技のキアリー。今の何の歌かわかる？ちょっとゴジラのアレンジな、ゴジラ。ビューン。それで持って、わ、広い。あ、何個目っけ？今8やから次で音楽変わるんかな？その次の次なんかな？あー、なんか、よくある洞窟っぽい感じする。これ何？魔法の聖水。MP かよくやんな、魔法の聖水。あ、何個？次やろ、音楽変わる。どうや？期待やで。この音楽すごい好きなんやけど、ドラクエ6や。ただドラクエ6で別に自分でプレイしたわけじゃないから、見てさ、わかるかな。イエイ、オッケー。お、ゼラチンおめでとう。攻撃力上がったで。お、キーマ上がった、いいぞ。おー、トラマナ。あ、もうこの音楽好き。ええやん。あれ、アニマルゾンビって初めてじゃない？なんか3で出てきてたけど、今戦うのは初めてじゃない？いや、アニマルゾンビあたりちょっと手に入れたいよ。仲間に今日っていうか、ここのさ、扉でさ、誰も仲間にしてへんから、ちょっと、あー、ダメやった。もう入っちゃえ。これドランゴ？ドランゴになるんかな？え？ちょっと待って。6ってよう考えたらテリーの世界やん。ドランゴ？卵を調べた。マジか。あ、ドラゴンキッズね。じゃあ、ええわ。めっちゃ強いドラゴンキッズとかじゃないよな。え？ちょっと待って、強そう。レベルの高そうなドラゴンキッズ。あ、大丈夫やった。卵は割れている。でもドランゴなんかな。ちょっと待って、薬草で誰か回復、ホイミン回復しといて、あと魔法の聖水も使っとこう。 MP を結構回復してほしい。25がちょっと心配やな。魔法の聖水でホイミン回復して、で特技のベホイミで木も回復しといて、OKOKOK。じゃあさ、戦わんとついてくれる、来てくれるんじゃ、ドランゴやったら。
この世で我が種族が最も繁栄すること、それが我が望み。貴様は私の卵、我が怒りに触れる前に立ち去れ。あ、え、これテリーちゃん、やっぱテリーな、未来のテリーとか。くそ、ここにもないのか。何探してはるん。あ、卵が全部。なんだお前は魔物使いだな。ふっ、剣もろくに扱えねえ腰抜けか。魔物使いなんテリーって、まあ、このシリーズではそういうことになるのか。もうめっちゃ怒っとんじゃん。うお、大事な卵を全て割ってしまうとは。貴様、仲間の貴様、あの人他人なんやけど。バトルレックス、やっぱドランゴやんな。んー、どうしよっかな。ゼラチン、いろいろやろうじゃなくて、命令させろで、なんかある？二の息しかないんか。じゃあ攻撃でいいかな。命令させろ、特技。スクルトかけたとこでなんか火の息とか吹いてきそうやからな。命令させろ、特技で、ラリホーがある。ドラマの甘い息。甘い息とかでいいんちゃう？舐め回し。まあ、とりあえずスクルトかけといて、ほらか、縁の息とかそんなんやろ。ドラゴンには効かへんのかな。あ、眠らへん。あ、見た。ちょ、待って。ちょ待って、やばいぞ。ここは道具で、アモールの水を、ホイミンに。オッケー。あー、気が死んでしまった。お、偉いぞ。ちょ待って、作戦でゼラチンガンガン行こうぜ。で、命を大事にで。ここで、ここでどないかするしかないよな。仲間でゼラチンの攻撃でなんとかするしかないよな。あ、間違えた。あ、セーフ。サンキューありがとう。でもできたらスクルトかけてほしいな。ちょ、薬草をホイミに。なんか使えるのあるかな。目覚めのこの燻製肉。あ、なんかさ、コメントで見たんですけど、肉あげなあかんやつとか、おるんやろ。あ、世界中のハウルやん。いや、でも今まだもったいないな。ちょ、肉あげな仲間ならんようなやつおるんやろ。持ってる限り渡しとく。なんかバトルレックスやったら普通に仲間になってくれそうやけどさ、ちょっと出れてくれたりせへんかな。あ、なんで避けるし。あー、ホイミンが危ない。ホイミン、これどうしよう。アモールの水ある。オッケー。もう回復ができなくなってしまった。持ってる？なんかダメだ。あ、ホイミングの方か。ですよね。あ、もう連絡せてつい。ダメや、もうちょっと通訳してから挑みたいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。すごい小声でしか喋れないテクタンです。レベルも何歩上がったか覚えてへんけど、まあ上がったし、メンバー一緒なんやけど、そのまんまじゃ戦ってみようかと思います。またお前か。我が子の恨み何度でも償わせてやるわ。一匹しか倒してへんのやけどな。じゃあ、まあ全部命令させろで基本的にやっていくかな。とりあえずゼラチンが火炎の息やけど、ドラゴンにあんまり効かんよな。ホイミンは命を大事にしとこうかな。で、キーは命令させろ特技で、せやな、めっちゃいろいろ覚えてるねんな。ドラゴン切りとかあったらよかったんやけど、ゾンビ切りか。これはじゃあルカナンとか唱えて守備力下げる。おい、下がったよ。おい、いい。で、ここで、まあ、ゼラチンはじゃあガンガン行こうぜでいいか。で、特技で、なんか良さそうなやつある？
トラマナ、トラマナ関係ない、甘い木、麻痺攻撃、ゾンビ入り、麻痺攻撃とか効くかな。火炎の息怖い。麻痺せんな。道具で、薬草で、これで気を回復して、そしたらホエミン自分のこと回復してくれるから。オッケー。ゼラチンちゃんに火炎の息が効かへんのはいいけど、じゃあ気を。薬草は気でいいやろ。火炎の息ばっかり使って気をってからに。あんまなんかないな。回復アモールの水か。ちょっと燻製肉でも一応投げてみる。ちょっと懐いたことによって攻撃するやめとくからみたいな、なんかそんなゼレとか行ってくれへん。はい、行いませんね。じゃあアモールの水を木に使って育ってね、いっぱい育つのよ。火炎の息いつまで使えるのこの人。ちょっとなんか命令させろで、特技魔法トラとかでなんか魔法吸い取って、お、いいよ。氷が果たしてどう転ぶかよね。命令させろで特技でルカナンもう一回使ってみる。まだ下がるかな。あ、まだ下がるやん。おお、いいねいいねいいね。ラモールの水をじゃあこれでホイミンに使って、これはどういくで、命令させろで攻撃でまだルカナン使ってみよう。これ以上下がらんなるまで使ってみるのはいいと思う。あ、もういい、OK やな。多分ここでホイミが自分にベホイミかけてくれると思うから、百裂なめとかどんな感じ。平気だった。そうですか。ゼラチンちゃんが危ない。アモール、アモールがもうない、アモールがもうない。これはきっとあれ命令させろで攻撃で命令させろで大丈夫やと思うけど、ベホイミをゼラチンちゃんに。そうか、火炎の息がなくなったら普通の攻撃があるんか。命令させろ特技で百裂の目が特にいいやったな。じゃあ麻痺攻撃、麻痺せんな。ゼラチンが、ゼラチンが危ないぞ。ベホイミをゼラチンちゃんに。気は、まあまあ、飛行撃で。どんどん。なんかいい感じで麻痺してくれへんかな。ちょっとベホイミ祭り。ホイミ命を大事にで、ちょっとこうしといて。あ、おげ、よかったー。あ、メスやん。はい、仲間に。もちろんめっちゃ強そうやもん。やっぱドランゴよね。ドランゴはドランゴのまんまにし、ふっとなんかちょっとこういう言葉がさ、頭よぎったから。いや、決してドランゴは引き換え券じゃないんやけど、ちょっとどこかの誰かさんがなんかこんな感じやった気するから、まあ、引き換えで。どうしよっかな、連れていかない。いや強そうなんやけど、あの剣士お前によく似ていた。え、じゃあなんかやっぱドラクエ6の時のテリーなんかな。魔物の数が増えたのは卵のせいだったのに。じゃあ同じ魔物ばっかりやったってこと。不動様の頼みを解決できたな。さあ城に帰ってみんなに報告でーい。でももう一個さ、怒りの扉かなんかもう一個あったやろ。そっちも行かなあかんよな。そなたの肌でどいどいご苦労、むむ。あ、誰誰誰、マルタの王様、どこの王様。おお、この国は正気に満ちている。
に生きておるの。お昼夜が近いゆえ、みんな生き生きとしておる。でも、しかし、いいやの。あ、枯れ木の国やったっけ。しかし、枯れてこそ見える美しさも、春というもの。よく見れば、この国には浮かれすぎているようにも見える。でも、彼も地に足がついていないというのか、ののしり合いは良くないと思う。あなたはどこに浮かれて、え、旅芸人か。そんなさ、こういうこと言われたからもしかしてさ、ツンツンってなるようになったんかな。え、じゃあもうクールになるしみたいな。めしゃ、枯れ木の国の王者、皆お楽しみしるのです。太陽よ、早うまたを見つけねば。それとも今回はダンサーなのか。ただの嫌味やん。もう枯らしてまえ。枯れ木め、今に見ておる。今回こそは必ず。てりたんよ、とんだ邪魔が入ったな。ジャーがよくぞ帰ってきてくれた。大量の卵一瞬で消した。いや、なんかちゃう、変な人が来たんやけど。やることが豪快じゃのう。さあ、てりたんよ、今後 C クラス以上受けるがいい。あの怒りの扉はどうなった。仕事があるのでこれで失礼する。いそ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 、急ぎんちゃく。で、まあ約束くれるやろ、とりあえず。え、びっくりした。なんか異変があるん。こんなんあったっけ。わ、私さ、もしかしてあのバトルレックスで積んだ覚え、積んだ気する。いや、そうでもないか。さすがに早すぎるか。今の幽霊は胎児が成長している証です。あちこち地形が変化していることでしょうぞ。あ、地形の変化見たことある気がする。さすがにこんなとこで積んでんのか。セーブ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 、はい、オッケー。はい、ちょっと失礼します。ふう、一服しておりました。どうしよっかな、配合するかな。うん、あ、地形変化しようの、とりあえず見に行こう。なんかどう、あれ、この辺はなんかでも普通っぽいぽいな。下の方、バザーの辺とかかな。なんかバザーの辺の旅の扉が行けたとか、行けるようになったとか、そういうことなってへん。こっちこっちこっち。ん、この右下らへん、基本的になんかそんな大幅な変化は、こんなとこあったっけ。あ、普通の道具屋。あれ、こんなとこあったっけ。あれ、旅のしおり。あ、これどこでもあれ書けるやつじゃん、旅のしおり。見たことあるってことは、あ、まだ無理か。ここどうやったらいける。おしおらな、あ、お、今見せて、見見て。うん、どこにあるかわからんのが。右右、これ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 、隠れてへんけど。旅のしおり1個だけでも買っとくかな。お金が全然ない。旅のしおり、はい。なんか売れるもんあるかな。あんまいらんやつ。ルーラのと安っ。あ、じゃ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 、結局のところ道具、月桂樹って何の役目があるんやったっけ。あ、呪いか。ふん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 、なるほど、オッケー。小さなメダル、結局持ったまんまか、預けなあかんよな。あれ全然変化してん。なんかこの辺にさ、なんか、あー、あ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 れ、なんかここ切ろうって言っとったとこ切れてない。おかげで見ての通りだ。あの商人はぐれちゃった。はっはっは。かわいそう。でもどうしようもできへん。ほんまに切ってもたら、なんかちょっと申し訳ない。じゃあなんか、あっこのところで、もう分かってた人もいたんかな。プープープー切れるぞ、プープープーみたいな。あ、こっちの右あったっけ。あったわ。あったわ、普通の家や。あら、てりたんちゃな。鑑定祝福。ええー、わ。そういえば、そういうとこやったか。どうしようかな、配合しようか。こんなんやっけ、その家やっけ。あ、お、俺とじゃんけんで勝負しねえか。はい、よし、行くとじゃんけん。こ
またこういう感じでいいかな、スライド式で。はい。で、またこうで。あ、ダメや。じゃんけん。はい。で、その次さ、確かグー出されたよな。あ、この後何出されたっけ？チョキ出されたんだっけ？じゃあもう一回こっち？あれ？ちゃうかったわ。あれ？最初チョキで、その次パーで、その次グーで、その次は？あれ？買った。お前に褒美をやろうじゃないか。俺の兄弟のところに行ってみな。いいこと待ってるぜ。あの、あっこの闘技場のやつやろ。いえいえ、ちょ、セーブしよう、セーブしよう。ここで切れたらまたじゃんけんはやり直してなあかんから。それは嫌でござる。さてと。で、配合やな。そろそろ、ホイミンあたりを配合に出してもいいんじゃないかなと思うので、ホイミンをちょっと悲しいけど、悲しいけど、ホイミンもちょっと人の親になりたいと思うから、ホイミンを嫁に出して、嫁にじゃない、向こうや。あとは女の子誰を、マキさん、納豆って、あ、ビーファイターか。マキさんとかにしたら何になるんやろ。あ、ボックススライムいいやん。ボックススライムめっちゃ欲しいんやけど。じゃあ、ホイミ、ごめんな、箱になっておくれ。ええやん、でもマキさんっていう素敵な、あ、かわいい、素敵な嫁をな、迎えた、こう、リア充。うわ、なんかすごいスイーツ疲れそう。マキさんは静かにどこかへ去っていった。すごい勢いでチューチューされそうやけどな、マキさん。ルカも去っておくれ。さしておくれ、しておくれ。ふにゃふにゃ、パッカーン。箱なんこれ。どう箱なん。まあ、名前つけましょう。この子はきっと女の子なんで、箱入り娘です。かわいいかわいいして育ててあげましょう。大切に育てるんじゃぞ。じゃあ、コンパートなってるかな。わ、ちゃんと四角や。最後ぐらいになるかな。その兄弟のとこ行こう。マッドハンドのテフェチにとってはちょっと、あっこ図書館や。こう嬉しい指長マッドハンドの兄貴、兄貴、ちょっとなんかいいことあるって聞いたから来たんすけど、なんすか。小さなメダル1000枚とかくれる。なんか肉いる？あ、いらん。そんな、いい肉持ってへん。霜降りでないとあかん。ここね。こんなんあったっけ。こんなんあったっけ。俺、兄弟よ、元気かな。町の下の方にいるんだぜ。あ、これ、普通にこれのこと。お主知っておるか。もう70%。特別な効果があるそうじゃぞ。おー、奇跡じゃん、ゾウが。あ、ゾウ動いたんか。それでこうなったんか。なるほどね。じゃあ、今度ここ履いてみようかな。はい、それでは今回はこの辺りで終了したいと思います。ここ入ろう。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。